ビヨンドジェネレーションズ、略してビヨジェネ、はい、ビヨジェネ、ビヨジェネ、はい、公開が12月17日の、はい、決定、そう、そうなんね、もうすぐじゃない、早い、早い、びっくりした、発表されてから、うん、結構早いよね、うんうん、50周年の記念の映画っていうことで、うんうん、仮面ライダー今年が50周年で、うんうん、めっちゃ歴史的な年、うん、確かに、歴史的よな、歴史的、うん、はい、しかも YouTube でもね、うん、あの特報が出たんですけど、うん、バイスが、ね、ちょっとポロってネタバレを言って、そう100年後の未来から50年前までてんてんてんみたいな感じで、そう感じで100年後の未来えみたいな、どんな内容だよ、ね、昭和平成令和みたいな感じで、うんうん、多分様々な仮面ライダーが出るんかな、うんうん、なんかあのその直接のホームページには、うんうん、最初の仮面ライダー、うんうん、今の仮面ライダーで50年後の仮面ライダー、そう50年前の仮面ライダーと、うん、今、うん、50年後で合計100年のスケールって書いてあってんけど、すごい、でもこのバイスが100年後の未来って言ってたから、うん、バイスは今じゃないのって思っているのが、そうそう、あれと思って、うん、このバイスどこの時代の頃だったの、この時代から言ってんねやろって思って、ちょっとめっちゃ内容が気になりますね、楽しみ、しかもあっという間やから、うん、なんかワクワクしてるうちにも公開される、うん、歴代出るよな、出るよな、出るよな、全部出てほしい、出てほしいですね、楽しいです、はい、そして他にもね、うん、レモンズドライバーのプレ版が、うんうん、はい、予約がね、うん、開始されて、うん、はい、ね、そう LED ライトが搭載されてるってことで、うん、そうそう、64個の、ね、ね、すごかった、変身ベルトに LED ライトでさ、うん、なんかその LED ライトでこうイラストがバーって表示されるんだけど、うんうん、めっちゃ綺麗なんよね、そう、そうそうそう、すごい、あれはさ、ちょっとお値段もいいぐらいなんで、やっぱ大人の、うん、なんていうの、楽しみじゃないですけど、いいなと思いますね、趣味とかに、でね、変身音が津田さんということで、うん、そこはめちゃめちゃポイントですよね、うん、すごい渋くてかっこいい、かっこよかった、ぜひいつか弾いてみたいですね、ドライバーね、変身してみたい、うんうんうん、はい、ということでね、はい、続々と仮面ライダーの情報がね、どんどん出てきて、うん、これからもすごい楽しみです、はい、せーの、評価、チャンネル登録、その他のチャンネルも、ゆえみつチャンネル、まいまいチャンネルもよろしくお願いします、バイバーイ。